15兆円の都財政、
それは福祉国家スウェーデンの国家予算にも指摘をいたします。長引くコロナ禍の中でセーフティーネットの拡充に取り組んでまいりました。コロナ禍の子育てを孤独な子育てにしない、その思いで子ども食堂への財政支援、私森愛の議会質問から一連をいたしました。また私も5歳の娘がおりますが、ベビーカーを使っているお母さん9割が公共交通の中で怖い思いをした、満員電車の中でベビーカーを畳みなさいという圧力、バスの中でもそうですけれども、子供を片手に抱え折りたたんだベビーカーを抱えては本当に大変な思いをしている、そういった現状を小池知事に伝え、次の月にベビーカーの折りたたまなくても乗ることができる子育て応援車両を都営大井戸線で実現をすることができました。現場の切実な課題にしっかりと東京都が取り組めば日本の政治を変えることができる、東京都議会議員森愛でございます。都議会議員候補の森愛です。日本は先進国の中で GDP で見ても子どもたちにかける予算が極めて少ない、そういった日本の現状を東京から変えていきたい。私も5歳の娘があります。ぜひお母さんの声をしてください。政治の役割は子どもたちの未来を守るためにある、その思いで教育保育への徹底投資を訴え、4年間政策実現に取り組んでまいりました森愛でございます。区議会議員3期、都議1期14年、地域の課題に向き合ってまいりました森愛でございます。4年前、都内の待機総数は8400人を超えていました。当時は女性議員も少なく予算も十分についていなかった。4年前、都民ファーストの会が誕生し、ありがとうございます、女性議員比率は3割、全国でナンバーワンの女性議員が多い議会になりました。そのことでこの女性の声、お母さんの声が議会の中で形になった。こんばんは、ぜひご覧ください。都議会議員候補の森愛でございます。4年前、都内の待機総数が、ありがとうございます、8400人を超える中で保育園を落ちた日本死ねというブログが注目を浴びました。大田区でも当時は572人の方が保育園に入ることができなかった。当時は我が子も待機児童でした。そうした中、待機児童対策にこの4年間で倍増し、そして保育士さんの処遇の改善など4年間で待機児童9割削減を達成することができました。大田区でも待機児童ゼロまでもう一歩です。税金の使い道、政策の優先順位を変えればできることがもっとある。都議会議員候補森愛でございます。区議会議員3期、都議14年、地域の課題に向き合ってまいりました。生徒と制度の狭間で困っている、そうした現場に足を運び光を当て政策にすることが議会の役割だと活動してまいりました。東京から日本の政治を変えていきたい、東京都議会議員候補の森愛でございます。議員報酬2割削減の継続、また公用車 75% の削減等、身を切る改革を進め、4年間で27億円を超える議会関係費の削減を推進してまいりました。そうした財源をもっと子どもたちへ、命と暮らしに寄り添う都政の実現に当てていく、森愛でございます。日本は先進国の中で GDP で見ても子どもたちにかける予算が極めて少ない、ありがとうございます。そうした日本の現状を東京から変えていく、未来を担う子どもたちが思い切り学び可能性を広げることができる日本を、この大阪から東京から築いていきたい。教育保育への徹底投資を訴え、租税改革に取り組んでまいりました。去年コロナ禍で全国一斉休校が伝えられた際、真っ先に思い浮かんだのは子どもたちの課題です。一日の栄養を学校給食でしか取っていないお子さんがいる、そうした中誕生したのが子ども食堂の取り組みでした。
私森愛も今第3土曜日お近くの文化の森で子ども食堂を運営をしております。そうした中でさまざまな親子の課題も見えてくる。子どもが貧困というのは子どもが貧困なわけじゃないんです。その背景にある一人や家庭の困窮、また正規雇用の問題、そういった課題にも東京都としてしっかりと予算をつけ生活を支えていくセーフティーネットの拡充に取り組んでまいりました。森愛でございます。町に森、人に愛、大会議員候補の森愛です。ありがとうございます。未来を担う子どもたちに思いっきり学べる教育、保育への徹底投資、ぜひお越しください。ありがとうございます。税金の使い道、政策の優先順位を変えればできることがもっとある。東京から日本の政治を変えていく森愛でございます。区議会議員3期、都議14年、地域の課題に向き合ってまいりました区議会議員候補の森愛です。ぜひお声を寄せください。政治は子どもたちの未来を守るためにあり、私も5歳の娘を持つ子育てママとして東京から本気の子育て支援、ありがとうございます。先ほどもありがとうございます。ぜひお声を寄せください。私たち都民ファーストの会は国政政党ではありません。政党助成金もなく大きな立派な車もありません。こうして全てボランティアで皆様と手弁当での選挙戦です。これは大企業である国政政党と私たち都民ファーストの会、中小企業草の根の戦いだと思っております。国政選挙の前哨戦と都議選は言われますが、そうではないです。本来は都民の皆様の命と暮らしの課題にしっかりと都政が向き合っているか、この4年間の仕事で強化をしていただきたい、その思いで本日からの選挙戦お伝えさせていただいております。都議会議員候補森愛でございます。ぜひお母様お父様の声をお寄せください。森愛でございます。東京から本気の子育て支援、保育、教育への徹底投資で東京から日本の政治を変えていく森愛でございます。4年前私も娘を出産した際、全国一律のこの出産一時金42万円では今都内で子供を産むことはできないんです。当時同じ病室にいた若いご夫婦が退院の時お金を用意できなかったと看護師さんに涙ながらに訴えてきた姿を目の当たりにしました。これだけ少子化と言われながら若いご夫婦が安心して子供を産むことができない、そんな日本に夢と希望はあるでしょうか。出産への支援の拡充を訴え、区議会議員時代から要望してまいりました。けれども区議会ではなかなか進まなかった。都議会で小池知事に要望し、今年度の予算要望の中で赤ちゃん1人当たり10万円の出産応援事業、私森愛の提案から実現をいたしました。コロナ禍であっても安心して子どもを産み子育てをすることができる、子どもたちへの財政支援、保育教育への徹底投資で東京から日本の政治を変えていく森愛でございます。15兆円の都財政の使い道、政策の優先順位を変えればできることがもっとある。ぜひお声をお寄せください。森愛でございます。町に森、人に愛、都議会議員候補の森愛です。15兆円の都財政の使い道、政策の優先順位を変えればできることがもっとある。高齢者の方が住み慣れた地域で安心して年を稼げることができるよう、地域包括ケアシステムの拡充、またコロナ禍のフレイル対策にも今年度予算で拡充をしてまいりました。そうした命と暮らしに寄り添う密接な課題、私森愛は電波を歩き課題に寄り添う政策実現に取り組んでまいりました。森愛でございます。選挙の前だけいいこと言って言いっぱなし、それでは都民の皆様の信頼は得られません。私たち都民ファーストの会は4年前377の公約を掲げ都政へと送り上げていただきました。その進捗状況を毎年厳しく精査をし、進
進んでいないものは繰り返し何度も議会に質問する、知事に要望する、そうした取り組みの中で4年間で 81%、 206の公約を達成推進をしてまいりました。農業から日本の政治を変えていく、その4年間の成果でぜひご判断をしていただきたい。森愛でございます。都民の命と暮らし、経済を守り抜く都議会議員候補の森愛です。都議会議員3期、都議14年、地域の課題に向き合ってまいりました。私も5歳の娘を持つ子育てママとして、東京から本気の子育て支援、ぜひありがとうございます。教育、保育への徹底通して、未来を担う子どもたちが思い切り学び、可能性を広げることができる東京を築いていく森愛でございます。今、先進国であるこの日本で7人に1人のお子さんが貧困状態にある。そうした中、丸太子ども食堂へのライセンス支援、また赤ちゃん1人当たり10万円の出産応援事業、私森愛の提案から出演をいたしました。前例のないこと、もっと私にぶつけてよ、小池知事は普段からそう言っていました。都民ファーストの会特別顧問として知事に直接政策を伝え、着実な政策実現につなげてまいりました。東京都議会議員候補、森愛でございます。政治は生活です。命と暮らしに寄り添うのが政治です。政治家のものでも役人のものでもなく、都民の皆様一人一人が主役だと実感のできる都政と進んでいく。Thank you.